はい、どうも、ケタです。今回ね、水路やってきました。まあ、バスおるかどうかちょっと分からへんけど、去年来た時釣れたんでね、やっていこうかなと思います。とりあえず、小池十七味、これでいきます。めちゃくちゃ流れ強いね。ボラだらけ。リードがね、濃すぎてよう分からへんねんな。まあ、去年もそうやったんですけど、リードがねありすぎるんで、狙いどころがないんですよ。結局去年釣れたのはリードの切れ目、リードがないところやったんですよね。おるんかな。去年も釣れたけど、別に姿が見えたわけじゃないんで、おったら小池17ミリは飛び出してきそうですけどね。去年ここで1回バラしたはず、チャターで。去年はそう、AK チャターで釣ったんですよ。鯉が反応してる。やばいやばいやばい。あ、バスおった。反応はしたな、バス。ただウィードとかに絡めてへんから食わせられへん。おったな。まあまあでかかったですね。しかも4ジャッペット普通に。
でかい。うわ、パレた。くっそー。くっそ、バレてもた。でかかったな。うわ、くっそ、やってもた。ちょっと奥ったんやけどな。かかりどころ悪かったか。おるやん。姿見えてへんけど。ちょっと流れの緩いね、カバー。丁寧に小池17ミリの吊るしで狙ってみたら食いました。うわぁ、くっそー。でかかったな、今の。あんなでかいのおるんや。バス逃げてきた。吊るしとったとこからバス出てきた。でかいし。まさきバレたやつかな。48ぐらいあるな。バレたやつかもしれんな。くっそ。なんか重いな思ったら、モバイルバッテリータモに入ってたし、邪魔すぎ。よし、食った。OK。 入った。よいしょ。外れた？危な、外れたわ。はい、ギリギリのホバスト。サイズはね、40ギリないぐらい。39とかかな。ありがとう。今さっきね、ファイト中にもう一匹バス出てきたんですよ。どこ行ったやろ。なんか、ファイトしてたら出てきたんでね、そいつちょっと狙います。こいつガリガリやな。
ガリガリがでっかいな、これ。こっちゃでかいな、長さは。めっちゃでかいやん。待って、タモ 入らへんで。ずるずる。タモ浅いから。出るとこやった。これガリガリやけど、めっちゃでかいやん。でもガリガリやわ。普通にゴージャンプやけど。ガリ、えぐい。こんな細いと思えんかった。ごめん。余裕でゴージャンプやな。55ぐらいあるで、長さは。えぐいって。長さだけはめっちゃでかいけど、ちょっと細すぎますね、このバス。ごめんな、ありがとう。こんな細い思えへんかった。ちょっと細いなと思ったけど、逆光でちゃんと見えへんかった。めっちゃでかいけどな、長さは。ほんまにめっちゃでかい。ありがとう。ごめんな。でかっ、あれ。長っ。楽勝五条バスね。こんなんおるんや、こんなとこに。めちゃくちゃでかいやん、あれ。はい、てな感じで、今回ね、ちょっと水路をやってきたんですけど、最初ね、ベイト1本で行こうと思ってて、ベイト1本で小池17ミリだけでやったろうかなと思ったんですけど、そんなうまいこといけへんくて、小池17ミリで1匹ね、4パチぐらいかな、50ギリないかなっていうぐらいのバラして、でちょっとそっから、まあ小池17ではもう食わせられへんかった。でバスちらほらいてるんで、ちょっとスピニングでサイトを狙ってみようかなと思って、で、まあ、サイコロかギルギルのホバスとか迷ったんですけど、ギルギルのホバスだけつけて歩いてます。カバン持つのめんどくさいんで、カバン持たんとギルギルのホバスだけで歩いてます。まあ、あのいい魚ね、一匹って、まあどっちも細いですけどね、結局最初釣れた40ぐらいのやつも細かったし、2匹目はもうガリッガリなんで、あれは多分ね、ふわふわしとったら割と何でも食ったんちゃうかな。でも結構ためらっとったんですよ。結構ためらっとって、脳進化になってて、ギリギリのホバスとか、結構ためらっとったけど、ピピって逃がしたら食いました。だから仕掛けはホバスやけど、釣り方はホバスじゃなくて逃がし。うわ、ギリギリ脳進化浮かべとったらむちゃくちゃ寄ってきたけど食えへんかった。あと一息で見切られたな。逆光で見づらいんですよね、めっちゃ。むちゃくちゃ見づらい、逆光で。よっしゃ、食った。ギリギリすごいな。めっちゃ引くやん、めっちゃ引く。待て。めっちゃ引くやん、そんな引く。よいしょ、入った。めちゃくちゃ引くやん。めちゃくちゃ引いたな。はい、全然でかくないんですよ、サイズ。やけどめっちゃ引いた。40ないけど、サイズは38ぐらいかな。めっちゃ引いたな、ありがとう。はい、まさかね、見える魚が全部食うというこのギルギル脳進化
脳進化ホバストセッティング、これは別にマス張りでもいいですね。ホバストのセッティングの意味がない、ただネイルが抜けただけ。多分のシルエットを結構好んで食ってると思うよな。